提案された、テトラヌクレオチドの構造式は、後に正しくないことが示された。これは1910年頃にフィーバス・レビーンにより、提案された。フィーバス・アーロン・セオドア・アレビーンは、アメリカの生科学者、核酸の構造と機能を研究した。核酸の様々な形、RNA からの DNA を特徴づけ、DNA が、アデニン、グアニン、チミン、シトシン。 デオキシリボース及びリン酸元を含むことを発見した。リトアニアのザゲレの町で、フィシャル、ロストルポービッチ・レビンとして、リトバックの家に生まれ、サンクトペテルブルクで育った。その地の帝国軍事医学アカデミーで医学を学び、生科学に興味を持った。1893年、ンユダや主義のポグロムがあったため家族と共に、米国に移住し、ニューヨーク市で開業した。 コロンビア大学に在籍し、空き時間に生科学の研究を行い、砂糖の化学構造に関する論文を発表した。1896年にニューヨーク州立病院の病理学研究所のアソシエートに任命されたが、結核から回復するために休暇を取る必要があった。この期間中に、タンパク質の専門家であるアルブレヒト・コッツセルやエミール・フィッシャーを含む、 数人の科学者と共同研究を行った。1905年、ロックフェラー医学研究所の生科学研究所の所長に任命された。残りのキャリアをこの研究所で過ごし、そこで DNA の構成要素を特定した。1909年、レビーンとワルター・ジェイコブスは D リボースが天然物であり、拡散の必須成分であると認識した。また、 彼らは、エミール・フィッシャーとオスカー・パイロッティが1891年に報告した、非天然痘が、ディー・リボースの共造異生体であることを認識した。デビーンはさらに1929年に、デオ・キシリボースを発見した。デビーンは、DNA の構成要素を特定しただけでなく、構成要素が、リン酸糖塩基の順番で結合されて一つのユニットを形成していることも示した。 彼はこれらの核ユニットをヌクレオチドと呼び DNA 分子は分子のバックボーンであるリン酸元を介して共につながった一つなぎのヌクレオチドユニットのからなると述べた DNA の構造に関する彼の考えは間違っていた彼は一分子あたり四つのヌクレオチドがあると考えた科学的に単純すぎるためこれは遺伝情報を持たないと発表さえしていたしかし 彼の研究は DNA の構造を決定した後の研究の重要な基礎となった。生化学構造に関する700を超える現著論文とアーティクルを発表した。DNA の真の重要性が明らかになる前の1940年に死去した。1910年に定式化したテトラヌクレオチド仮説で知られる。これは DNA が投量のアデニン、グアニン、シトシン。 および地民で構成されると最初に提案したものである。後に行われるエルビンシャルガフの研究より前は DNA は遺伝情報を運ぶことができない方法で繰り返すテトラヌクレオチドに組織化されていると広く考えられていた。代わりに染色体のタンパク質成分が遺伝の基礎であると考えられており、1940年代以前の 遺伝子の物理的特性に関する研究のほとんどは、タンパク質、特に酵素とウイルスに焦点が当てられていた。1938年ウィリアム・ウェイチ・ニコールズ賞受賞。ありがとうございます。